はい、トモです。こんばんは。本日はですね、さすがに全力チャージアナライズがですね、あまりに強力なので、こちらをちょっと実践ベースでご紹介しておきたいなというふうに思います。まあ、この後、またスキル構成とか説明しながらですね、プラクティスの方でもやっていきたいなと思うんですけども、もうとにかく全力チャージ、あとは精密射撃、あとは風格とか支柱とか、この辺でオフェンス上げてあげれば、パス適当につないでそれで入っちゃうっていうところもあるので、まあ、正直そこまでやっちゃうとねっていうところもあった。離れちゃった。はい、まあ、ということで、まあ、その辺をちょっと実践で、お見せして、まあ、このようなものだよっていうのをちょっとご紹介したいなと思います。まあ、全然これを使う分には問題ないと思いますし、僕も自分で使ってますけれども、まあ今現状これ一辺倒になりつつあるんじゃないかなということで、まあ、ちょっとねいろんな方に、多くの方にご紹介しておかないといけないかなと思いましたので、今回やっております。はい、それではねマッチングしたので、ちょっと実践の中で、まあ、今回の全力チャージアナライズがどんなものなのかっていうところをちょっとねご紹介したいなというふうに思います。まあ相手も使ってくる可能性はありますけどね。センタリングの方ですね。で、全力チャージアナライズ、何がよろしくない、よろしくない、よろしくないことはないんだけど、何があれかっていうと、パスをねある程度つないで前にこうやって運んでくんですよ。で、最終的にこうやってこいつパス役なんですけど、パス役から出して、ちょっとなんかいいとこいないな、パス役から適当に出すんですけど、こうやって下がっていってこの辺から出して、ここで取られた。ちょっといいとこ見せれなかった。そう、海外の方ね、この辺ちょっとね前ぐらいでやると取れますよ。まあこの辺でもいいんだけど、こんな感じでパス役からパスもらって、まあ、あと打つだけっていう感じになっちゃうんですよね。これ今のゲージの溜まる速さ見ました。パス役にもちろんアシストメーカーも積んでて、でステアップ系積んでて、でシューター側にも、オフェンスの上がるようなスキルっていうのを入れてるんですけども、それだけで、まあ、結構遠目から打っても入るんですよね。この辺、この辺、そう、ラグの方、ラグ、海外というのをやられる方、おすすめです。ちょっと相手より前ぐらいを走るって感じですかね、イメージ的には。で、まあこの辺で、あ、相手に当たっちゃった。ちょっとやってみましょうか。あ、で、こうパス役に渡す。で、相手が寄ってこないな。意外と寄ってこない。寄ってきたら、ここ出して、これで打つ。はい。こんな感じです。なので、もうシューター役がフリーに、パス役で適当にうろちょろして、シューター役がフリーでボールを受けさえすれば、多分相手追いつくこと無理だと思うんですよね。フリーで受けた時点で。なので、まあやるならマンマークつけるとか、そういう感じの対策にはなるかなとは思うんですけど、これで入ると思います。結構もうステがかなり上がってるので、パス役から受けて、でそもそも のシューターのスキルも高いので、あの辺の位置から、位置関係でも、まあ、打てば入っちゃうっていう。だからアナライズ修正入りましたけど、まあ、このような使い方があるので、まあ、多分ねオンラインこれから行かれる方とかいると思うんですよね。まあ、そういう方にとっては、まあ、いきなりこういうのに出会うとちょっとあれかなと思ったので、と相手のちょっと前を走るぐらいなイメージだとちょうどいいですね。で、こう前に出てきたと思ったら、こっからあと打つだけ。多分この距離も入ると思う。入らなかった。ここはさすがに厳しかった。これから始める方とか、これから始めたばっかりの方とかでオンライン行った場合に、ちょっとねさすがにこれに出会うときついかなって思ったので、
ちょっとご紹介する形にしました。ここで受けてこれで打つ、もう相手追いついてないですからね。はい、この距離感で大丈夫です。スキル構成は、最後にご紹介します。なので、ぜひやってみてとまでは言わないですけども、興味のある方はやってみたらどうかなと思います。逆にね、やられた時の対策っていうところで言うと、自分もね、あんまないんですよね、そこに関しては。で、僕の場合は爆速系の、守備なので、その辺マンマークつけ、そういうのやってきてそうであればマンマークをつけて、すぐに詰めていく、マンマークつけてすぐにプレッシャーかけることで、一応防げたくはないのかなと思ってるんですけど、でもそれでもマンマークないときついかなっていうふうには思います。でも相手あまりにこれを見すぎるとね、多分すぐタックルしたくなっちゃうと思うんですけど、そこでまた R1 とか押してあげるとそのままかわせたりするんで、最初に何回かこれを見せて繰り返して、あとは相手との駆け引きだけですね。そう、相手のちょっと前ちょっと前を狙う感じ。はい、というわけで、このような形で大体分かったかなと思うんですけれども、全力チャージアナライズというのがありますので、はい、またはちょっとプラクティスの方で見ていきたいなと思います。はい、というわけでプラクティスの方でちょっとスキル構成もろもろ確認していこうかなと思います。まずはアナライズシューターですね、全力チャージアナライザーのスキル構成に関しては全力チャージと精密射撃で、あとはステータスアップ系を入れてあげれば十分かなと思ってまして、皇帝の風格、精神的支柱で、あとは技巧派、オフェンスマスターっていう形で僕は作ってます。技巧派はね、多分入れる必要ほぼないんですけども、スピリットが基本的には高くいてほしいなっていうので、入れてるのと、あと新スキルだからっていうところで入れてるのもあります。ここをさらになんとかの絆とかでオフェンス値が上がるようにしてあげたりとか、スロースターターとかはもうほんとつける必要ないですね。そこまでステータスアップさせなくても全然、この支柱と風格ぐらいで、挨拶一発目ぐらいは全然余裕なので、この2つでも正直十分かなと思ってます。で、ステータスの値がどれぐらいになってるのかも含めてちょっと見ていこうかなと思います。で、大体パス役から受けて出してあげるのが一番やりやすくて、このキャラが今支柱とかを持ってるキャラなんですけど、こいつにですねパス役からまず出します。はい、でこの時点で、今いろいろパス回しして前に進んだと思うんですけども、パスを適当に回して前に進んで、風格と、あとはパス役から受けた時の、上昇スキル、こちらを加味してオフェンス152っていう形になってますね。でスピード160、他はそのもろもろって感じなんですけど、これでもうあと結構遠目からちゃんと打ってあげれば入るという感じになります。今回コンピューターちょっと動いてたんで、ここで止めまして、はい、ここからこのままピュッてやって横向いて動いて、それでシュッて打ってあげるとこれで入るという感じなので、はい、すごいお手軽ですね。抜いたりしなくていいと、もうパスをつないで順々にやっていけばいいということになるので、オンラインのオンラインで、相手が結構上手い方とかだったとしても、そんなに気にしなくても順々にやっていけるのかなというような感じです。こんな感じで、ちょっとやりにくいな、こんな感じでパス回して、でここでこれパス役で、ここからこれで打てばいい、多分入る。はい、こんな感じですね。はい、というわけで、今回は全力チャージアナライズのご紹介という形でした。いつもご視聴ありがとうございます。お役に立ちましたらチャンネル登録、いいね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。